池袋ナウなう、浅ワズです。ちびりアんです。ええー、9月になるとね、まあ毎年この時期はやってきますけれど、うん、アップルのね、新製品の発表イベントが9月15日、日本時間だと16日の、まあ、深夜の2時っていうことで、まあ何個かね、噂が出てるんで、その話をね、ちょっとしていきたいなと思うんですが、うんうんうん。まあまずはあれだね、iPhone の12、 ほう。これがだから、5G に対応するかどうかっていうとこがすげえ注目だよね。うん。それに付随して、まあ、Apple Watch の新しいやつ、まあ、6っていうのが出るんじゃないかと。Apple Watch がね、なんかチベリアン気になってるらしいですけれど。そうなんですよね。そろそろ欲しいなって思ってて、で、それがなんでかっていうと、まあ、あヘルスケアとかそういう面で結構優れてきているらしく。うん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 。 ちょっと気になる年になってきたんで。今記事見てると血中酸素フォワードセンサーっていうのがついて、体に異常が起きるちょっと前にこう警告してくれる。 っていう機能らしいんだよね。うんうんうん。心拍数とかも測ったりして、まあそういうメンタルヘルス機能がまあ、えー、充実してるっていうことで。あとなんかな、チブリアンがさっき言ってたけど、その、アップルウォッチを目覚ましに使いたいと。そうなんですよ。例えば、起こしたくない時があるじゃないですか、相手を。 ああ、そういうことね。めっちゃ早起きしなきゃいけない時に、5時とかに目覚ましかけて、あっち起こしちゃうのが嫌なんですよね。自分だけに伝わるようにってことね。そう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 。そういうのもあって、欲しいなって思うんですよね。思いやりですよ、思いやり。<laughs> <laughs> 夫婦のな、思いやりではな。<laughs> あと、アプローチって確かあの、睡眠のあれも測れるんだよな。あの、リズムみたいなやつな。うんうん。だからその、一番起きた時に気持ちがいい時間帯に起こしてくれるっていうなんかアプリも確かあったはずだから。それ最高ですよね。90分周期とかだっけなんかな、人間のこの起きやすい時間帯っていうのがあるから、今眠りが浅いんだな、眠りが深いんだなってのを感知してくれるっていうのはあるらしいからね。うん,うんうん。っていうのと、あとはチビリアンで言うとあれか、MacBook がが新しいいの出るかかどううっていうところがそこが気になるところですね。iPad はね、新しいのが出るっぽい。まあ、USB-C 採用かという噂が出てますけれど、ちょっと MacBook に関しては記事が見当たらないですな。 もう10年近く使ってんだっけはい。もう10年近いと思うんですよね、これ。今回このアップルのイベントも、まあコロナによって、まあオンラインで、まあバーチャルイベントとなっておりますということで、うん、1年に1回のこのお祭りがやってくるわけですけれど、iPhone が12っていうこの、まあメジャーアップデートというか、 うんこの番号が変わるときに結構大きな変化があるんでね、気になるとこですけれど、Apple Watch な、Apple Watch 確かに、まあ俺でも Android だからな、Apple Watch 買ったところでしょうがねえんだよな。<laughs> <laughs> いや、Android のこういうのもあるんだけれど、やっぱここまで高性能じゃないんだよね。うーん 俺、ずっとこのアンドロイドは、あの、台湾のエイスースか、アスースをずっと買ってきたから、その、中国のその、締め出しみたいなさ、ファーウェイが使えなくなるとか、<ー>うん、なんかそういう制限を受けなかったのは、まあ良かったかなとは思ってんだけど、うんうん、制限を受けるまではめちゃくちゃ中国製品って強かったわけじゃん、うん。そのね、TikTok 締め出しとかの話もそうだけれど、まあこの辺は政治も絡んでるんだろうからな。そうですね。 シブリアンってタブレットは持ってんだっけいや、結局だからまだ買ってなくて。キンドルの話してたけど、だったら iPad もありなんじゃねえのだって高いじゃん。ニュース見てると、iPad Air が値引きして出るんじゃないかっていう噂もあんだよね。だって値引きしていくらよ。どれぐらいだろうなでも5、6万すんのかな無理無理。 マックブックプロ買わなきゃいけないのに、まず無理ですよ。ああ、まず先にそっちか。そっちそっち。仕事はじゃあその前のマックブックプロでやってんだ。そうですよ。もうバッテリーがすぐになくなって、充電したらバッテリーがすぐ100%になるんですから。超怖いですから。すぐ充電ができちゃうんだな。<laughs> <laughs> 怖すぎるんですから、これ今。 どんだけ今その使える、電池の使えてる部分ちっちゃいんだよっていうな <laughs> そ,うそうそうそう。電池残量っていうか電池の消耗量見るのが怖い。あの、一応ちゃんとその、100になったらすぐ外して、っていうようには使ってたんですよ。うんうんうん 過充電。過充電な。まあだから、あれをつけっぱなしにしてると、バッテリーの寿命が短くなるとは言われてるよね。そう、言われてるから、なんかそういうのも気使ったし、うん、20%になる前に入れるとか。ああ、うん、うん、そうそうそう、それ聞いたことあるわ。そう、なんかそういうふうにしてるけど。うん。それでももう。消耗品だからな。そうなんですよね。しょうがない、しょうがない。 そこはもう、諦めようと。な、な持ってる方ですからね。10年だったら、よくまあ故障もせずによく持ってるよ。そうそう。2006年の MacBook 持ってるけど、うん、もう立ち上がんなくなっちゃったもんね。<laughs> 1>, <laughs> 1、2分デスクトップが表示されてそっからブーンって落ちちゃうもんね。はぁ、あ。 当然その OS のアップデートももうできないしさ。うん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 。確かね、なんかタイガーとかその辺で止まってんじゃなかったかな。タイガーはすごい前だ。チビリアンがなんか昔買った時になんかスノーレパードかなんかの話してた記憶あるんそう。スノーレパードだった。スノーレパードで。で、その後ほら、だん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 そのいろいろバージョンアップしていくたびにチビリアンがすげえ不満を漏らしてたっていう。<laughs> そう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 。 今ねその OS がちょっと不安定な感じなのな不安定になりそうだからアップデートしてないんですよ。うん,うんうんうん。怖いから。それは Windows でもよくあるからな。最新版を入れると不安定になるっていうよくあるパターンだからな。俺もそうか、今メインで、今まさに使ってるパソコンが7年前ぐらい。だから、 うん、逆に言うとさ、7年前、8年前のパソコンでも今やってる作業にさほど支障がないんだよね。うん,うん。うん。その CPU とかの能力的に。うん。省電力とかそういう部分でな、多分変わってくるんだと思うけど、だとバッテリーだよな、ノートだったら。そうそう、バッテリーですね。あと、その C になってるんで。ああ、そうだね、今ね。アダプターが、うん。だからそこがすごい便利だなって思ったのは、うん。充電が外でできるんですよね。 それであることによって、ポータブル充電器持っていけば、ああ、そっかそっか、それでも充電できるわけですよな。外でも充電できるんですよ。単純だけど、やっぱり C になって裏表なくなってすげえ楽になったわ。ああ、そのストレス。ああ結構、ストレスあるよね、あれね。うんうん。マイクロ USB のスマホもあるけれど、やっぱりその何回か刺さんねえ時のこのイラッ。 っていうのはね、<laughs> 一回刺して刺さんねえなと思ってひっくり返したらさ、そっちも刺さんなくて結局最初が正解だったみたいなさ。それはさ、それは。 自分のせいじゃん。違う違う違うそれはだからなんか、<laughs> そのちょっと入りが悪いっていうかさ、<laughs> そのトラップがあるんだよ、あのマイクロ USB。わかります、とっても。ちょっと刺さんねえと反対かなって思っちゃうんだよ。わかるわかる。でもよくよく考えてみたら、最初があってて、ちょっと刺さりが悪かっただけっていう、<laughs> やれやれっていう感覚がね、<laughs> すげえストレスなんだよね。わ <laughs> かります、そこも。でもほら、USB-C の場合は入んなかったら、あ、裏表が逆なんだっていうことがまずないじゃん。うんうんうん。刺さり方が悪いんだっていう、この解決方法がさ、すぐそこにたどり着くんだけど、<laughs> まあチビリアンはな、えっ、ー、と、ライトニングか。そうです、ライトニングです。ライトニングだから、その裏表のあれはないけれど、うん、俺もまあ、ライトニング製品1個あるけど、あの、揺らがない揺らぐえっと、だから、プラグのとこが。 まあ、キャシャすぎてちょっと怖いっていうのはありますね。USB-C みたくその、囲われてないよね。囲われてない。出っ歯みたいな感じ <laughs> まあまあ、それ、そう、そうなんだけど、その端子の部分はね。<laughs> そうじゃなくて、刺した時に、そのほら、ぐらぐらしたりとか、その抜けやすかったりとか。ああ、あんまでもない。出っ歯かどうかはどうでもいいよ。<laughs> でも、<や>確かにあれ、剥き出しなのも嫌だよな。<laughs> そうそう。そうそう。キャップが欲しくなる感じなんですよね。あのケーブルを、だから、カバンとかに入れたときに、あ、ここの端子、ちょっと擦れたりするの嫌だなってのはあるよね。<laughs> そうそう。そういうのはある。出っ歯の部分がね。そう <laughs> そう。<ー>出っ歯の部分が。 まあ、だからこれはあれじゃないその iPhone の12も USB-C になるかどうかっていうとこも見どころだよね。うん。ずっと噂あるからね、うん、C に住んでる。だったら歓喜ですよね。いや、俺はまあ iPhone を買わない理由の一つのうちはそれだかんね。やっぱライトニングを堅くなナに採用してるってのがやっぱちょっと抵抗あるからさ。うん。うん うん。まあ、昔だったらな、あの、俺は iPhone4 か、4S を持ってたけど、あのね、32ピン積んだっけあの、横幅の広いやつをさ、さ、うん、してたってもあるけれど。電源周りのこの、やっぱ統一感のなさっていうのはちょっとやっぱ気にかかるんだよね。うんうん、これに関してはな、USB-C にしてほしいっていう意見は多いんじゃねえかな、は。そうですね。統一はしてほしいですね。荷物が減りますからね、統一されることで。 そうなんだよね。うん、これからだからな、パソコン本体も、スマホも、うん、USB-C ケーブルがあれば、こと足りるっていうんであれば、裏表も気にしなくても済むし。うん。チビリアンはじゃああれだな、アップルウォッチが気になってると。そうですね。いうことで。まあ、もしね、購入したらまたその時ね、ぜひ話を聞きたいけれど。はい。今はじゃああれか、MacBook Pro に向けて貯金をしてるような感じですか。そうですね、MacBook Pro と、 まあ、アップルウォッチと。それでも2つ買うと15、六6万円きそう。いやいや、もっとですね、多分。もっといくか。私がだって使ってるやつ、MacBook Pro の、二十20万ぐらいで買ってるから。うん、それでも、チビリアンが当時買ったやつって結構、マシマシで買ったんでしょ、いろいろ。多分、上より1個下かな。そう、だからね、長く できれば使いたいって考えたときに。あんまりそのメモリーとかハードディスクとか SSD をケチりたくはないよな。そうなんですよね。だヒカキンが買ってるみたいなのは買えないけど。あ,あ、そこまでな。60万とかするみうな,やつやな。そう,そうそうそう。<ー>でもまあ、その一般的に買える中で、うん,うんうんうん。は、上のやつ買っときたいなとは思いますよね。 その辺の発表があるかどうかっていうところもね、含めて、9月15日、はいえー、日本時間16日のまあ深夜の2時にね、発表があるかっていうことでね、はい、まあ結構ね、好きな人はこれリアルタイムでね、ツイッターとかで中継みたいなのをしてる人もいるんで、うん、チェックしてみるのもね、いいんじゃないかということで、えー、まあ iPhone の12の噂がまあ、今出てますよというね、お話でございました。 よろしければチャンネル登録お願いします。